さんこんばんは。こんばんは。声小さ。声小さ。低く低く。引く皆様こんばんは。始まってますよ。始まってます。始まってますよ。元気ですか皆様。今日もインスタライブ始めてまいります。どうぞよろしくお願いします。私はボーチウェブサイト編集長の三好彩香です。今日もよろしくお願いします。本日はジルスチャート×ボーチのスペシャルライブということで、テーマは春コスメで透かし花びら愛を作ろうです。名前だけでちょっとそわそわしますね。花びら愛です、ね、どんな感じと思っちゃう。そうなんです。さあ最後にはですね、素敵なプレゼントの発表もありますので、どうぞ最後までお楽しみください。そして最初にいくつか、注意事項を申し上げます。本日も新型コロナウイルス感染対策といたしまして、私と林さんの間には安全に、パーテーションで仕切っております。そしてもう1名この後ゲストも参りますが、2画面で別の場所から配信させていただきます。安全な上ですので、ぜひご安心してご覧ください。またご覧いただいている皆様は端末のモニターの明るさ、音量調整して、どうぞより良い環境でご視聴いただければなと思います。さあ初めからもういらしてくださってますけれども、はい、本日のゲスト、ヘアメイクアップアーティストの林ゆかりさんです。お願いします。林です。イエイ元気ですか。ちょっと髪切った、はい、そう短く、なんか同じような感じ。髪型似てますね。似てますよね。似てますね。ちょっと短くなりました、はい、短めになりました。はい、はい、さあ林さんにいろいろねメイクテックを教わっていきたいなと思っております。あ、何番にするか迷ってました。え、あ、わかります。迷います。すでにみんなもうチェックしてるね。チェックしてる。あ、アーカイブも残ります、うん、はい、もしご飯作ってる最中とかだったら、うんうん、後でアーカイブ見てください。はい、さあそして本日はですね、なんともう一方ゲストがいらっしゃるんです。今からつないでいきます。はい、はい、つなぎました。来るかな来るかな、どうかな。すごく可愛い人がいらっしゃいますよ、うん、皆さん。お、来るか。みんな。お、来た。来た。あ、すごい。来た。あ、そうか、ちょっと時差があるんだよ、私。本当だ。かわいい。はい、もう一名のゲストはモデルの野崎萌香さんです。野崎萌香です。みんな、明けましておめでとうございます。お願いします。明けましておめでとう、萌香ちゃん。かわいい。待ってたということで、嬉しい、はい、これからメイクするのにすでに可愛いですね。そうなんですよね。もう何もしてないけど可愛い、何もしてないけど可愛いけどさらに可愛くなっていただくということで、アジレスチャートが似合いそうなモデルさんというコメントもいただいております。本日は林ゆかりさん、そして野崎萌香ちゃんとお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあもうすでにですね、何番にするか迷ってるとか、かなりもうチェックされてるね、お声が続々ありました。春新色のね発売が年明けてどんどんと日々始まっておりまして、皆様コスメ好きさんは大忙しなんじゃないかなと思います。1年で一番最高なコスメが集まる季節なのでワクワクするかなと思いますし、まだねちょっといろいろ状況は難しいので、まあ、積極的に外出はっていうのは難しいかもしれませんけれども、まあ、オンラインでもチェックできたりしますしね、おうちでもいろいろ配信してるので注目していただきたいなと思いますが、まあ、萌香ちゃんまずこの春どんなメイクをしたいですか。今季は結構特に春らしいピンクっぽいメイクのものがたくさん出てるので、うん、もうとことんラブリーに愛らしい春らしいピンクのメイクがしたいです。ピンクメイク、やっぱりね、春はいいですね。大ちゃん。あ、萌香に対してですね。萌香に。萌香ちゃんでテンションが上がっている皆様。可愛い萌香ちゃんと、そして可愛いコスメで、ぜひ今日は癒されてもらいたいなと思います。萌香ちゃんはね、ピンクのコスメに注目している、華やかにしたいという今お話でしたけれども、では林さんは今季どんな春新色に注目していますか。なんかやっぱり、もちろん今言ってたピンクもすごく気になるし、なんかやっぱまだ今、ね、マスクつけてたりとかって言って、目元のメイクってまだ未だにすごく華やかだったりするといいかなとか思うんで、まあ、なんか今回本当にね、こんだけいろんな色があるから、そうなんですよ、もう本当に皆さんすごい楽しみにされてる方いっぱいいると思うんですけど、やっぱりちょっとこうきらめきとか、なんか色を使ったようなそうメイクとか
していきたいなっていう感じですかね。可愛いですよね、うんうん、もう見てるだけで上がるこのコスメたちなんですけど、ね、カラーマスカラとかも多いからそういう色と色の組み合わせもいいかなと思います、うんうん、なるほど、アイシャドウとカラーマスカラで遊ぶということですね、はい、30代でもジル買っていいかな。もちろんです。何言ってるんですか。私なんて本当にヘビロテしてますけど、ヘビロテです、はい、私もヘビロテしてます、はいはい、ヘビロテです、はい、ヘビロテしてます。40代でも買ってますよ。そうですよ、年齢は問いませんよ。ということで今あのずずずっとカメラマンさんがやってくださいましたけれども、お花のようなジュエリーカットのパッケージでね、本当に見てるだけでときめくこのジルスチャートのコスメ、うん、今今回ご紹介していくのがですね、ジルスチャートブルームクチュールアイズ、そしてジルスチャートブルーミングラッシュニュアンスカーラーというジルスチャートのスプリングコレクションのうち、アイパレットとカラーマスカラをご紹介していきたいなと思います。どちらも1月の7日に発売されたばかりの新商品。1月の7日、今日って何日？今日は今日は12、うん、あ、じゃあもうまだ1週間経ってない、ね、うんうんうん、すごい、それはもう熱々ですね。07買いましたって方もいらっしゃいますね、うんうん、もうすでに、うんうんうん、すでに買われてる方もいらっしゃるし、迷ってる方もいらっしゃるということで、今日はこのジルスチュアートの光をまとうような華やかな印象を叶えるアイテムをご紹介していきます、はい、林さんに使い方のポイントをお伝えいただきながら、野崎さんにアイメイクを仕上げていただく様子を、はい、お届けしたいなと思っていますが、はい、どうですか萌えちゃん、この華やかなコスメたち、ね、見てるだけで気持ちが上がるし、本当にこの華やかなのでときめきますね。持ってるだけで幸せ、ねね、なんか一見こうなんか色がいっぱい入ってるし、うん、なんかどうやって使うんだろうってそのワクワク感もすごくあるなと思います、ね、うん、かわいい。ここに置こうかな。ほら、蓋もお花なのよということと、この人もほらお花感があるのよということで、ちょっと立たせてみますね。もう見てるだけで華やかだし、本当に気分が上がる、ね、そうなんです、ね、ではまずジルスチャートブルームクチュールアイズ、アイパレットを使ったアイメイクの使い方から教えていただきたいなと思います、はい、ちなみにこのジルスチャートブルームクチュールアイズは、税込み6380円、全8色展開となっています、うん、これは迷いますね。それは迷います。迷っちゃう、ね、迷っちゃう、うん、そして全8色展開のうち、08番のチューリップブーケだけ限定になっています、うんうん、チューリップブーケさんはこっちかな、これです、うんはい、これだけ限定です。08だけ限定、はい、でジリスチャートらしいお花のモチーフのジュエリーをしらったようなデザインで、真ん中にあるのがオイルベース、そして周りにパウダーベースが4色入っています。2つの異なる質感で奥行きのある目元になります。太陽に照らされて透ける花びらのような透かし花びらアイが作れるパレットなんです。では林さん、はい、解説をお願いします。はい、はい、私今日すでに、06番をつけてるんですけど、いつも一緒に、これですね、こちらです。皆さんは06を使いです、を使ってます。なんかガーベラをイメージしたアイシャドウで、なんかこれオレンジベースなんですよね、私が今日つけてるのは、うん、なので結構初心者の方でももちろんチャレンジしやすいですし、うん、結構本当幅広く使っていただけるかなっていう感じです。ちょっとパレットと目元一緒に使ってもらったりしてもいいですか、うん、こちらは06番かわいい、ガーベラオレンジレッドのセットになっています。こんな感じです。これもうだってこれ見ただけでね、皆さん使いたいと思うんじゃないかな、うん、こんな感じです。うんうんうん、で私マスカラは今日、うんうん、04番のパープル、パープル、なんかちょっと見えるかな、ちょっとこうやって見ると分かんないかもしれないですけど、おしゃれ、おしゃれです。ちょっとオレンジとか、そう、暖色系にパープルを合わせることで、うん、重くなりすぎないんだけど、うん、でも軽くなりすぎないっていう、うん、なんかこう絶妙なバランスを取ってくれるんですね、パープルって。ユースチャートブルーミングラッシュニュアンスカーラーの04番タイニーラベンダー、こちらはモーブブラックというお色になっています。なんかやっぱり黒ほど締められない、だけど締まってないわけじゃないっていう、この本当絶妙なバランスが私大好きで、結構毎日のようにつけちゃってるんですよ。すごい可愛い。ね、なんか光に、可愛い。可愛いですよね。可愛いですね。っていう感じの色を今日は今使ってます。うん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 、ね、なんかこういう感じの色味って意外と挑戦しやすいので、そうですね、まあ、なんかいっぱいあるので、なんか自分に合いそうな色とか、なんかチャレンジできたらいいかなっていう
感じですね、うん、私もパープルですっていうパープル仲間がいらっしゃいます。そうなんだ、パープル。私結構毎日のように愛用してます。ボリュームタイプですか？これは、ね、カール効果がすごく強力で、そのカールをキープしてくれるっていうところで、一番は多分カール、うん、そうですね、カールがしっかりのものです。でもしっかりボリュームも私は出るかなというふうには思います、うん、でなんかやっぱウォータープなんですけど、うん、しっかりクレンジングで落とせるっていうのも私はすごくいいなと思ってて、うん、なんで普段こう目の周りがこう黒くなっちゃったりとかもちろんないし、でもちゃんと色味も発色もちゃんとするっていう感じですね。素敵ですね、はい、オレンジアイシャドウパープルマスカラおしゃれですね、真似したいというお声もいただきました。ペースターにはそんな組み合わせで塗ってくださってますけれども、はい、野崎さんは、ね、ピンクメイクやってみたいって言ってたから、ね、今日は、はい、すごい人気色のこっちの04番、はい、こちらの色味を使ってやっていってもらいたいな、はい、ちゃんに塗ってもらうのはメインカラーになっています、うんうんうん、04番のサンリットラナンキュラス、太陽の光を浴びてまばゆい光を放つラナンキュラスのようなラベンダーピンクのセット、似合いそうね、似合いそうね、これやっぱりラベンダーって肌なじみがいいし、うんうん、すごくなんか清らかな感じがして可愛いですね、この色がね、え可愛い、うん、ね、すごい。で、その真ん中にベースの色が入ってるんだ。そう、これねベースになってて、うん、なんかちゃんとこの1個の中にアイベースも入ってるから、うんうん、なんかねこれを塗ると本当に発色も良くなるし、うんうん、持ちもいいし、こうつけた時にさらっとこうパウダー状な感じになるんですよ。そうなんです、今回のですね、そうなの、ありがとうございます、すいません、完璧です。そう、このこれなんかトーンアップ効果のある中央のシマーブライトカラーというものが入っているのがすごく新しいポイントなんですね。でその周りに透明感ある彩りを叶えるペタルカラーというのが4色5色のパレットになってます。この中央のシマーブライトカラーをペタルカラーでまぶたを彩る前に塗ることで明るくトーンアップし、ツヤ感が増す上に後から塗るペタルカラーの発色も長時間美しく保てる。この真ん中のありなしです。そう、すごく変わります。なんかもちろんね、気になるよね、うん、結構ねこれつけた瞬間結構びっくりするぐらいサッて馴染むんだよね、まずはこれをベースに塗ってからっていう感じでやっていきたいなと思います、はい、うん、もう始めちゃっていい？あ、そうですね、じゃあちょっとこれをおさらいしますね、うん、フリップで、うんうん、皆さんこちらご覧ください。はい、はい、このアイシャドウはこんな感じになっています。この真ん中にあるのがクリーム状になっているシマーブライトカラー、アイベースということでいいですよね、うん、アイベース。そしてその周りに 1,2,3,4 色ペタルカラーというパウダーのアイカラーが入っているというのが特徴になっています、うん、でちょっとこれ私あのテクスチャーを林さん見せてもらおうかな、真ん中の、うん、それテクスチャーが独特なので触って見せてもらってもいいですか、うん、あの触った時はオイルベースですよね。かなりオイルベースなんです。そうオイルなんですけど、なんかこんな感じになってて塗ると今オイルベースなんですけど、ほらサラッとするの、パウダリーな感じに質感が変わると、テクスチャーは滑らかに、うん、こうやってそう滑らかっぽいのにつけるとパウダリーになるんだ。そうなんです。なんかこの目元とかのデコボコとかをムラとかをなくしてくれるから仕上がりが、発色も含めてめちゃくちゃ綺麗で、早速つけてみようかな。オイルベースなのにパウダーになるっていうのが、うん、ジル・スチュアートさんの渾身の技術が詰まってるんだそうですよ。すごい、つけてみていいですか、うん、塗ってみましょう、塗ってみましょう。塗ります、うん、はい、塗ってみてください。じゃあまずやっぱり真ん中、うんうん、ね、アイコールって結構まぶた全体というか広めに塗っちゃうかな。広めに塗っていいんだ、うん、で、あの今回はこの全て真ん中のシマブライトカラーを塗っていただくと、でその後、ペタルカラーの、まあ、どのように塗っていただいてもいいんですけれども、うん、今回、まーちゃんにやってもらうのはこの B と C と D を縦割り、うん、縦割り、はい、縦割りで塗っていただくというのをやっていただきます。どうやってやるんだろう。この下の E を使っていくみたいな形になる、縦グラデ、そう、縦グラデ、縦グラデになります。ちょっと難しそう、できるかな。できます、大丈夫、ね、これすごくね簡単にできるように、なんかこう順番に塗ってけば、そっか、見たままの順番に乗っければいいのか、大丈夫っていうところも、今この真ん中を、はい、シマーブライトカラーいってますね、うん、どう、うん、どうちょっと寄ってみたいだぞ、うん、なんかね、すっごい最初ね触るとオイルベースだなって思うけど、塗るとすごくサラサラで発光してる感じで、めちゃくちゃ目元が明るくなりました。
そう、これ塗っただけでやっぱり本当に目元の明るさが全然違うから、まずこれを広めに私は塗っちゃうのがおすすめかな。ね、まあちゃんとポイ広ントめに塗っがあるとた。もちろんいいんですけど、ちょっと広めでも全然大丈夫です。なんかね、この真ん中のシマーブライトカラーは体温付近でとろけるオイル、それから転がるようにスレスレなび広がる球状パウダーの両方が入ってるっていうすごい技術で、その寝室、素晴らしい寝室感が実現されているんだそうですよ。これでも結構すぐにパッと明るくなるよね。なってるなってる、あ、なってるなってる。そうね。そしたら次縦割りじゃあ、いこうかな。これさ、どれをつける、どのチップであればいい？私は結構この上のチップ、このチッ上プの。が4個。あって、これね、チップもね、ここに収納できて、それもとてもいいんですそけうなど。の。ね、便こんなにいっぱ利。いあるのありがたいよね、チップが。ねえ、そうなの。これの、まず上の方の大きいものの小さい方から、ごめんね、ややこしくて。こっち大きいの。やつの小さい方からね。やつの小さい方から。何、大きいやつの小さい。左の。そうです。ビーって左、さっき言ったとこころだれですね。ね。左はね。い、こっちから、を、この色。その色。B ですね。B ラをベこンの、ダー。塗ってきます。で、目頭からだいたい3分の1ぐらい。塗ってきます。取って、目頭から3分の1、1ぐ放らい。射線状に。そうですね。放射線状に。萌ちゃんには縦グラデをやってもらっています。04番の3リットルのグラス使用しています。最初に塗っているのが真ん中のシマーブライトから、その後に向かって左側にあるラベンダー色をのせています。どう？どすっうかごな？い綺麗この色。今ここだけ、こっちだけ塗ったの。みんな見えますかね？どう？見えるかどな？う？見えますコメントか？くださいね。ちょっと私は手に塗ろう。お願いします。反対側も塗ってみます。うわ、あ、すごい綺可麗。愛い。可愛い。すごい、すでにすごい綺麗だね。似合う。どう？あ、とっても可愛い。めちゃくちゃ綺麗な色、この色。なんかね、目頭のところをクッとこういう淡い、ちょっとこうパープルとかの色味をのせてあげると、ちょっと柔らかい雰囲気が一気に出るので、ね、思急っにた女よ性らり、しくなった。ね、可愛い。思ったよりね、しっかり塗っちゃっても大丈夫です。今04使ってますよ。あ、パープルの綺麗さ見えてます。で、よかったです。お、見えよてかっまた。す。すごい、ここ塗ったんだけど可愛くなった。いいですね。そしたら次、この C のこの色を太い方、今の反対側のチップの太い方で取ってください。上の色です上の色。それを黒目の上のところにさっき塗ったね。B の色にちょっと重ねる感じで、で、この大きいチップ生かしてちょっと上に広げていくような感じでふわっとしてください。上に広げていく感じ。うわ、このチップがこんだけ大きい意味が分そかっう。た。そうなの。このチップえ、便すごい利。簡単なのに、そうなすの。ごいおしゃれに一瞬でなったの。ああ、かわかいい。わ本当だ、おいい。しゃれ。で、それをね、今つけてた方のチップの何もついてない方でなじませてあげると綺麗になじみます。じゃあこっち側でなじませます。じゃあ私これ手に塗ろう。これですね、こっち側も行くね。ちょっとイエローベージュみたいな色味なんだけど、白すぎなくて肌になじむんだけど、しっかりと発光してくれる。見えますか？どう？あ、これなんかすごい綺麗。立体感も出ますね。立す体ごい感立体が感が。お目目がね、まん丸に見えるね、これやると。かわいい。わあ、このね、大きいチップだからすごく塗りやすいし、綺麗に広がる感じがあります。このね、チップない部で、分でなじいいま感す。じ。それだけでもすごくいい感じ。で、最後に D をまた初めに塗ったちょっと細めのチップの方に変えてもらって、さっきと逆の方にしようかな。逆。色を混ざらないように。で、それを目の際からまた縦グラデでちょっと縦に伸ばしていくような感じですね。こんな感じかな。なんかちょっと淡い、なんていうの、暖かい色味で、
目を囲ってるような感じのイメージ。本当だ。でもちょっとなんか蝶々みたいな感じの気分。この色がすごく淡くて可愛い。可愛い。なんか思ったよりさ、広めに入れても可愛いと思わない？結構ね、広めに入れてます私。可愛いよね。その感じがすごく可愛くて。可愛い。こんないっぱい、この幅広くアイシャドウ入れたの。幅、あの縦幅に広めにアイシャドウ入れたの久々なんだけど、すごい可愛いかも。可愛いよね。なんか、あえて、なんかこれ馴染むんだけど、しっかり色味も出てくれて、で、今回この縦割り、今やってるやつとかだと、思ったより思いっきり入れちゃった方が、目の立体感が出るので、今、萌えちゃんが入れてるぐらい入れてもいいかなって感じですね。結構大胆に入れてって、立体感。一回知らずって感じですね。すごい可愛いです。目の縦幅が強調されてね。萌えちゃんはさらに可愛くなっておりますけれども。嬉しい。ありがとうございます。縦割りグラデーション、さらに、なんかこう可愛くしてくれるテクニックがあると聞いたんですが、そうなんですよ。でなんかこのね、今下に締め色があるんですけど、もちろんこれを上とかにキュキュってやっても目尻とかにやっても可愛いんだけど、今日はこれを下にやろうかなと思ってて、ちょっとこの下の方のチップで、この細い方のチップで濃い色を下まぶたにするんですか？濃い色を下まぶたにのせます。で黒目の中心から目頭目尻って感じで、ちょっとじわーっと下まぶたにぼかしてください。はい。幅は？幅はこれはチップ幅ぐらいかな、このくらいの、チップ幅ぐらいでじわーっと黒目の真ん中から左右にこう。どう？こっち今入れてみました。ちょっと時差があるけど待ってみよう。この一番下のカラーはね、上まぶたの際に入れたりとかするっていう使い方ももちろんできるんですけれども、林さんの今ティップスは下まぶたに入れるということです。なんかやっぱり下まぶたに入れた方がかわいい、グラデーションになちゃんとなって馴染むかも。かわいい。今日はちょっとあえて下重めみたいな感じにしようかなって感じ。かわいい。かわいいよね。やばい。はい。すごいかわいい。両目やってもらうかね、かわいい。両方行ってみましょう。ね、両方行ってみます。おー、かわいい。春が来てる。春来た。かわいい。なんかね、これだけでもかわいいんだけど、もうワンポイント行こうかなと思います。お願いします。はい。でね、その後のこの、ね、C。さっき。はい、黒目の上に入れた色を今の上からかぶせてちょっとじわーっとさらにぼかしてください。はい、C って一番上の色、はい、これですね。この色を細いチップで、細いチップで、こういう感じで重ねる感じかな。これ重ねるのはどういう、わ、重ねるとかわいい。もっとね、かわいいよね。重ねると元のグッとした色味がさらにじわーっと馴染むんですね。なんか下に濃い色を入れて上から明るい色を入れてるから、ちょっと立体感も目の下なんかこう出てくる。あ、すごい立体感出たかも。ね、そう、立体感出るよね。でやっぱり今ってちょっとさっきも話したけど、涙袋とかがちょっとぷくっとやっぱりしてると、なんか春らしさとか軽やかさも出るし、ちょっと女性らしさも出るから、あえてちょっとこういう色味を入れてあげると可愛いかなって感じです。可愛すぎますか。ここがキュッてなって中顔面が短くなって、より可愛らしい印象になる気がします。素敵です。可愛い。すごい立体感出るよね。涙袋がすごく強調されて、女の子らしい印象になります。ね、可愛らしくなりますね。なんか涙袋とおっしゃいましたけど、ご自身もそうなんですよ。涙袋メイクされたと。今日やりました。やりました。なんか最近ちょっと私もハマってて、今萌ちゃんはこの上のね、これを入れてもらったんだけど、私はここの真ん中のシマーブライトカラー、さっきベースに入れた色を、濃い色を塗った後に下から、あ、上からかぶせました、下まぶたに。そうすることによって、そう、なんかね、こっちの今入れたちょっとラメっぽいものだとキラッとこうぷっくりする感じになるんだけど、シマーブライトってこうじんわりとこう立体感がより
こう繊細に出てくる感じになるので、なんかもうちょっとこう大人っぽい感じの涙袋というか、になる、いいですね、そうなるので、涙袋というか立体感を出すときに使うといいかなって感じで、私は今日これを下に入れてます。シモンフレッカー万能ですね、いろいろ使えるんだ、ね、でちょっと本当にこれよれづらいっていうのもあるので、まぶたの下に入れるとよれづらいんですよ、さらに。そう、上につけてもすごい密着感があるもん、密着感あるよね、だけどね、下に入れてもこの下のところも結構ピタッと密着するから、ね、メイクが取れづらくなってめっちゃいいかも、うんうんうん、そうなの、なんで私は下に入れてます。いいですね、ちょっとだけナチュラルぷっくりって感じ、うん、はい、あ、今ご紹介しているのはジルスチャートブルームクチュールアイズ6380円税込み、1月7日に発売になったばかりの春のコレクションですよ。かわいい、かわいい、かわいいです、ですね、かわいいですね、はい、みんな迷ってます ね、 ね、 ね、なんか一個ね持ってると、しかもいろんな使い方もできそうなのですごく楽しめそうだなと思いますけれども、単色で塗ってももちろんいいし、うん、なんか今みたいに縦割りとかにしてもいいし、なんかいろんな使い方があります。かわいいね、萌えちゃん、かわいいですよ、あ、かわいい、よりもかわいい、すごい似合ってる。そうで、今萌えちゃんには縦割りグラデ04番のピンクっぽい色でやっていただきましたけれども、今日林さん、せっかくいらしているのでもう1パターン林さんのテクニックをお伺いしたいなと思います、はい、でちょっとここから私が萌えちゃんマスカラも、マスカラはねその後にやります。はい、じゃあこっち、じゃあ先に私がちょっともう1パターンのアイシャドウの、塗り方というのを教えてもらいたいなと思います。で、使っていきますのが07番、さっきね買ったっていう声が結構ありました、こちらの IC パープルの、色でメイクをしていきたいと思います。今回はどんな塗り方にしたらいいですか。なんか縦割りじゃない塗り方で、縦割りじゃない塗り方で、なんかすごい縦割りで、さっき萌えちゃんが言ったみたいにちょっとほんと蝶々みたいな感じっていうのがすごく可愛いんだけど、はい、あえてちょっと、まあ、横というか、にしようかなって思ってます。こちらの07番をなら、うん、ハイドレンジア、アジサイがイメージされている色だ。みよしちゃん似合いそう。本当ですか、うん、やってみよう、やってみよう。じゃあ、早速いっちゃいますね。やってみます。じゃあ、お願いします。はい。シマブライトカラーを。はい。ちょっと今回はアイホールにしようかな。アイホール。はい。なんかさっき、コメントで、この J が消えないように頑張ってます。ね、見ました、見ました。でも分かる、分かる。この外側から使いたいよね。うん、確かになんか一気にいっちゃうのって思いますよね。これはアイホールに広めに伸ばして良いのでしょうか。そうですね、アイホール広めに、はい、本当にこのサラッサラになるのが不思議です ね、 ね、そうなんですよ。ちょっと今回またこれ他のやつと若干色味が違うので、そうなんです、そう、ちょっと透明感がより出るような色味になってます。そう、ブルーミがあって、ブルーミがあって、今こちらだけ塗りましたが、そうですか、あ、透明感出てる、ね、あ、本当、もうすでにこれだけ、うん、出てる、くすみが飛んでいる、うん、くすみがちょっとジルのあのいい香りアイシャドウにもついてますか。これすごいいい香りついてますよ。あ、そうなんですよ、ね、香りのファンの方にもおすすめです。あ、これだけですごい違いますね、もうこれだけでもこれだけでも違う、もう明るくなる、本当だ、全然違うね、違いますね、感じですね。次行こうかな、次 は、 次はさっき萌えちゃんは B って言ったんだけど、はい、今度黒目の上に入れてた C ですね、上の C、はい、これ C です、この青みピンクっぽい色ですかね。そうです、はい、 C を、太めのチップにしようかな、太めのチップ、太めのチップの大きいチップで、太めのチップの大きい方、大きい方で、ね、取る。で今入れたアイホール、はい、はい、入れてください。はい、黒目の真ん中から塗ってあげると塗りやすいです。黒目の真ん中、真ん中塗って、目頭、目尻って感じでスライドしてあげると塗りやすいです。うんうん、あ、綺麗。色をつけちゃっていいですね。塗って、はい、はい。かわいいです、これ。結構かわいいですかね。なんかあえて、ちょっとこういうブルーっぽい感じの色味とか、パープルっぽい感じとかっていう色味とかは、広めに入れてあげた方がくすみが飛ぶので、なるほど、透明感が出る、透明感が出る、うん、確かにパープルってすごい透明感出る、そう出ますね、なんで変、ね、ちょっとこう狭めに入れるよりは、うん、あえて思い切ってというか、
広めに入れてあげた方が綺麗です。私はね、あのブルベじゃないです、イエベなんです。でもブルベカラー結構好きです。可愛、うんうん、い。で今塗った色味の隣にある濃い度は、はい、あ違います、嘘です、嘘です、ごめんなさい。次ごめんね。次は、さっき締め色で使ってた色味の E、はい、これ一番下の、はい、うん、色味も黒目の上のところからちょっとまた目頭目尻に今度はちょっと丸く上げる感じで使うチップは、使うチップは今のチップの反対側で、これで、はい、ここを取ります。で黒目の上から置いてあげてください。黒目の上に置きます。そうですね、こういう感じですか。そういう感じです。そうやって入れるんだ。うん、あ、かわいい。でちょっと黒目の上にこうグッと引き上げるような感じで、ちょっとここに丸みを、ね、丸みを出してあげる。うんうん、かわいいです、かわいいです、かわいいです。結構これだけでも変わります、だいぶ変わりますよね。うん、結構大人っぽくなります。そう、大人っぽくなるんですよ。でもそうやって締め色をちょっと広めに入れてあげると、うん、なんか彫りがすごく急に深くなった感じがするかも。そうな、いい感じ。良いですか。でさっきのベースをちょっと広めに入れてた分、うん、ちょっとこれはポイントでキュッと入れるような感じに入れてあげると立体感がより出ます。可愛いです、可愛いです。いい感じです。そしたら次に下まぶたいきますね。はい。で下まぶたはこの D の色、ちょっとソフトマットなんですよね。これのに比べると、はい、そうですね。D の色味を目頭をちょっと開けた状態で3分の1ぐらいかな。目尻までパーッと行ってください、はい、でチップは下のチップに変えてもらって、はい、細チップにして、細チップにしてください。で細い方で、細チップの細い方でこの色を取ります、はい、そちらをで目頭をちょっとだけ開けた状態でこの辺、うん、そうですね。で目尻までグーッと、かわいい、かわいいですよね。そうなんです。ちょっとこれも他のさっき入れてた色とは質感が若干違うので、少しだけ目元がズンとこう締まるような感じです、うん、質感で締まるって感じです。へえ、うん、ちょっとしたテクニックで全然違いますね。違いますね。そうなんですよ、うん、はい、かわいい。どうでしょうか。うんうん、いい感じです。はい。でこれの上に、さっき塗った、C ですね、うん、アイホールに塗った C を、黒目の下に重ねてこの C、そうですね、細チップで、はい、細チップで、なんかちょっと今回はニュアンスって感じです。萌ちゃんはさっき下まぶた濃いめにしたんですけど、みゆさんは少し上まぶたを濃いめに、うん、あ、いいですね、そんな感じで。はい、かわいい。ちょっと明るくなりますね。あ、本当だ、目元が明るくなった。そうなの、かわいい。そう、はい、感じです。そしたら最後に、はい、B、 一番明るいちょっとこうラベンダーっぽい、ラベンダーっぽい色味を、うん、ですね、大きい、一番初めに塗ってたチップの大きい方じゃない、小さい方ですね、はい、で取ってもらって、はい、目尻に入れます。目尻、それちょっとね、ここのところにスッとこの辺ですか。そうですね、入れて、うん、おうおう、で手でちょっと軽くぼかしてください。かわいい、それかわいい、そのテクニック初めて見た。で、もっと、あ、かわいい、いい感じです。で下まぶたも同じようにここの目尻のところだけポンポンって入れてちょっと軽くぼかす。ああ、なるほど。あ、かわいいんですよ、これはすごい、わーって白く明るくなる感じで、かわいい、大人っぽい、めっちゃ垢抜ける。ハイライトっぽい感じで、ちょっと柔らかい色味を目尻に入れてあげると、おっと柔らかい感じになりますね。この色味すごく透明感が出るので、うん、あ、かわいい、目尻に入れてあげると、うん、まあかわいい、おしゃれ感出ます、すごい。そう、思ったより肌なじみが良くて、ね、全然浮いてない。なんかちょっとさ、このなんて言うんだろう、眉毛の下とかにさ、ハイライトとか入れたりすることもあると思うんだけど、今ってそれこそまあちょっと目元のメイクとかって結構ポイントになってきたりするんで、くすみが気になる方とか、例えばちょっとこうハイライトが苦手な方とかも、なんかアイメイクの延長で入れてあげるのがいいかなって感じ。
ってさりげないんですよ。すごい使えますね、いろいろ実験したくなりますね。かわいい。どうですか、うんうんうん、いい感じ。ちょっとしたテクニックで違うねとみんな。よかったです。うんうんうん、かわいい。でなんか横顔もね素敵ですよね、立体感。ね、雰囲気が柔らかくなりました、白い。本当ですか。そうなの、うん、なんか大人っぽい感じもあるけど、でもちょっとこう可愛らしさも出るよね、うん、なるほど。私は今07番を使いました、うんうん、ね、同じアイパレットですけど本当にいろんな、一つのアイパレットでもいろんな使い方ができるし、うんうんうん、こんなにいろんなカラーがあるしということで、ますます迷ってしまいますけれども、はい、はい、今はアイシャドウ、私も萌えちゃんもできましたので、うん、続いてはね、うん、マスカラに行きたいなと思います。はい、ジルスチャートブルーミングラッシュニュアンスカーラー、うん、こちらも、ジルスチャートスプリングコレクションです。1月7日に発売されたばかり、全6色展開となっていて、うん、06番のみ、限定になっています。06番はこれかな、はい、それです。はい、その色だけ限定です。06はね、ヘイストリームというミルクティーベージュの色、ノンパールのものですね。こちらだけが限定色となっています。おしゃれ、おしゃれ、かわいいよね。今日ねこれを萌ちゃんに塗ってもらおうかなって思ってるね。楽しみ、塗ってみたいと思います。もう一輪のお花、うんうんうん、をイメージしてるということで、ね、これがお花の、でもかわいい、うん、先ほどもね質問がありましたけど、強力なカール効果とカールキープ効果があるというところがポイントになっています。大さんも塗ってる、もう、ね、さっき塗ってるんでしょ、ごめんなさい、先走って先に塗ってると言いました大丈夫です。なんかちょっと私の塗ってるパープルとか、まあ、ニュアンスカラーなので、はい、それこそ初心者の方とかにも使いやすいかなって感じです、ね、そうですね。林さんは04のタイニーラベンダーというモーブブラックをもう塗ってらっしゃいます、はい、これは根元から塗っていいの？あ、根元から行ってもらおうかな。はい、上下行ってもらっちゃおうかな。なんか上下が可愛いかもね。上下塗っていい？うん、上下行っちゃうか。めちゃくちゃスルスル伸びる。あとね、伸びが良くて、うんうん、ダマにならないです。全然発色もさ、いいよね、すごく。めちゃくちゃ発色良くて、カラーマスカラって結構難しいなって思う人いると思うんですけど、全然塗りやすい。あのね、色がしっかりつくから。そうなの、なんかこうムラなく塗れるよね。うん、ムラなくでね、すごく上品な色ね。そうなの、なんかカラーマスカラなんだけど、なんかこう上品だから、どのアイシャドウに合わせてもそれこそ合うんですよね。確かに上品ですよね。かわいいです。やった、塗ってみたよ。どう、まえちゃん、06ヘイズドリームミルクティービージュ限定色、うん、これすごいかわいい。かわいい、なんかシャレますね、顔が。シャレてる、めちゃくちゃかわいい。シャレ顔になれる。おしゃれ、かわいい。めちゃくちゃかわいい、いい感じ。もうどんどんかわいくなってますよ。これかわいいです、本当に。うんうんうん、いい感じ。萌えちゃんのかわいさがね出てる。わあ、これめっちゃ欲しい、はい、欲しいね、これめっちゃ欲しい。私は奥二重さんにおすすめがどれかっていうのを来てましたね。私は奥二重、二重、狭めの二重かな、うん、私でもさっき塗ってたこの色おすすめです。でも奥二重の人におすすめかも。なんか二重がすごく綺麗になる、うん、あの綺麗に見えるから、なんか、うん、あの マスカラの変な強調感がなく、うんうん、抜け感が出る、うん。なんか奥二重だとさ、意外とこう濃いマスカラとか塗っちゃうと、はい、なんて言うんだろう、二重重くなるよね、はい、こういうなんかさっき私が塗ってたのに、今萌えちゃんが塗ってる色とか、まあ、パープルとか、それも合いそう、うん、やっぱ抜けてる色を 合わせるのがいいかなって感じですね。でも最近メイクさんがみんなこのジルのカラーマスカラしか使わないのあらあら、でもわかるかも。現場が現場でもみんなこればっかり使ってるよ、うん、今萌ちゃんが塗ってるのは06番です。で私はアイシャドウが07のアイシーパープルを使っていたんですけれども、これですね、05番のタンジェリンドロップという
こんな、これもおしゃれですね。テラコッタブラウンを私は塗っていきたいなと思います。萌ちゃんも仕上げつつ、私もどうですか。これすごい可愛いわ、うんうんうん、こんな可愛い。これ06番のミルクティーベージュ。あ、塗りやすい。塗りやすいですよね。うん、全なんか今あのマスカラからその取り容器から取り出して全然オフとかしてないんですけど、うんうんうん、全くダマにならない。そうなの。ダマにならないんだよね。すぎるとかがないですよね。うん、かわいい。下はいい感じです。下はなくてもいいかもです。わかりました。だけにしようかな。かわいい。かわいい。なんか一気に抜け感とおしゃれ感出たかも。ね。お二人とも抜け感とおしゃれ感がすごく出てる。やっぱすごいね、目元ってすごいよね。うん、もう印象が全部決まっちゃうね。そうなんです。ベージュ目がぼやけませんか？ね、私もすごいそれをね毎回思うんですけど。どう、ぼやける？塗ってる。そう、ぼやける、なんか弱くなっちゃう。うん、っていう。私も結構ベージュ系ってそれがすごく気になっちゃうんだけど、気になる方とかはちょっとブラウンとかの濃いめの色を軽く下に引いてあげて、目の際をちょっと開けた状態で塗ってあげると目力弱くならずに塗れます。はい、でも塗りました。かわいい。良い。めちゃくちゃかわいいです。かわいい。なんか三好さんが塗ってたアイシャドウってちょっと大人っぽくもなるようなアイシャドウなんですけど、そうなんですよね。なんか今ミオさんが塗ってるマスカラみたいな、うん、ちょっとテラコッタみたいな色味とかを塗って抜け感を出してあげると、うんうん、一気にトレンドっぽくもなるし、うん、まあ、もちろんブラウンとかでちょっと大人っぽくしてもいいと思います。うーん、楽しいです ね、 ね、この組み合わせが。かわいい。いいですね。わかる。もうこの組み合わせが何種類できるのっていうぐらい。そうなんですよ、何種類も遊べちゃいます ね、 ね、いろんなニュアンスがあって、このグラデーションによってそのニュアンスが全然違うと思うから、それを楽しむのもいいですね。で、このねブラシもすごく小回りが利く極細ブラシなの で、 で、ね、多分下も今日、今私下塗ってないですけど下も塗りやすいですし、うん、こういう目尻とか目頭の細かい毛も拾いやすかったです。とってもあとなんか結構何回も重ねてもそれこそダマにならなくて、うん、ずっとちゃんとこう残った状態でプラスされていくから、うん、本当に綺麗に色が出ますよね。塗れば塗るほど本当にまつげが長くなりますよね。なる、うん、なるなる。はい、ということで、もえちゃんも完成して、もえちゃんもねジルルックで全員ジル顔になりました。はい、はい、なりましたよ。いいです。かわいい。前色塗り比べたいところではございますが、もうかなりお時間が経っておりますので、はい、そろ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 締めていきたいなと思いますが、どうですか、萌ちゃん、やってみて。あのジル の、うん、あのコスメってもうパッケージが可愛くてそれだけで本当にもうまず上がるんですけど、プラスもう機能性が素晴らしいっていうのをみんなにもう再確認してほしいなって思うスプリングコレクションでした。そうなの、そう、ね、本当にこの ね、 J のとこすごいね、すごいのですよ。触ってほしい。いや本当に触ってほしい。みんな多分びっくりします。わかる。このテクスチャーは本当に感じたことがないですよね。うん、そうなんですよ。そうなんですよね。ちゃんと整うから。ね、整う。私は本当に最近本当にずっと06番を愛用してたんですよ、日常で。で、どこのですかって聞かれる率が高すぎて、なんか知らないうちに結構アイブロウとかも含めて本当知らないうちにジル顔になってることが多いかもです、うん、自分自身も。なんかやっぱりこうパッと見た時に華やかだったり、うん、こうみんなこう目を引くような色味がすごくあるなっていう感じがしました、うん、ね、特に今回の。あ、じゃあ林さん的に自分で一番ヘビロテしてるのは 06？ 本当にリアルにヘビロテしてるの06ですね、うん、いいですね、楽しいですね、とてもね、うん、楽しい。おばあちゃんもありがとうございます。本当にね、ヘアのテクニックいろいろ教わって、あのすでにもうお買い上げになってる方もいらっしゃるみたいだったので、ね、あのぜひいろんな塗り方でね楽しんでいただければなって思いました。で、最後にプレゼントの発表タイムになります。プレゼント、やったやった。はい、
もちろんですね、こちらにございます。ジルスチュアートブルームクチュライズ、アイパレットですね。そして、ジルスチュアートブルーミングラッシュニュアンスカーラー、カラーマスカラです。今ご紹介してきたこちらなんですが、ちょっと今から説明しますね。3パターンのプレゼントがあります。萌えちゃんセット、林さんセット、三好セット、それぞれ3人の使用色で、1名ずつに計3名様にプレゼントしたいと思います。わ、ちょっと色の復習をします。萌えちゃんセットが、はい、4ですよね。はい、4です。4の6ですね。06 06、はい、マスカラはミクティベージュセットでございます。はい、そして林ゆかりセット06と06と04です。04のこちらのモーブブラック、パープルみのマスカラですね。こちらになります。ちょっとここ、ね、はい、で三好セットがこちらの07の、アイシーパープルと05のテラコッタのマスカラでございます。迷いますね。いや、豪華じゃないですか。豪華じゃないですか。豪華豪華。そうということで、この萌えちゃんセット、林さんセット、あ、見えなかった、はいと三好セット、こちらの、ジルスチャートブルームクチュールアイズ、ジルスチャートブルーミングラッシュニュアンスカラー、それぞれの使用色セットを、1セットずつ3名様にプレゼントさせていただきます。豪華豪華です。嬉しい。それ欲しいな。欲しいよね、うん、欲しいね。応募方法のご案内です。このインスタライブ終了後にボーチェ公式インスタグラムのアカウントにプレゼント用の投稿をポストいたします。そのコメント欄に、今晩のインスタライブの感想とか、今後ボーチェのインスタライブでこんなのやってほしいなみたいなご意見がありましたら、ぜひぜひ書き込んでください。素敵なコメントをくださった中から抽選で3名様にこちらのジルスチャートのアイパレットとカラーマスカラを、それぞれ野崎萌香ちゃん使用色、林さん使用色、三好使用色ということで、各1名ずつセットでプレゼントします。ただしどのセットかどうか欲しいっていうのは終わりになるかもしれないんですが、どれが当たるかは当たってみてのお楽しみということでお願いします。楽しい。なんかもう買った方もね、他の色も欲しかったり ね、確かに、うん、何色持ってても結構いいかもっていうぐらい、うん、何色か欲しいかも、うん、そうなんですよ、うんうん、ね。ということで、本日ご紹介いたしましたアイテムの詳細はジルスチャートの EC サイトをご覧ください。また本日の動画はこの後 IGTV にも格納予定でございます。途中から参加された方、もう一度テクニックを復習したい方はぜひ、何度でもご視聴いただければと思います。また昨日名古屋での開催が終わってしまったようなのですが、本日1月12日より新宿伊勢丹でなんとポップアップイベントを開催しているそうです。はい、気になりますね。こちらもぜひチェックしてください。まあ、気をつけてぜひお出かけいただければなと思っております。はい、ということで、はい、迷うけど可愛さは伝わりました。よかったです、ね、よかった。全部可愛いです。全部可愛い、本当に。で、萌えちゃん何が一番欲しくなった？やっぱりこの自分の、あれ、赤のこの04番がやっぱり私的にはこのパープルと、うん、このゴールドとピンクで締め色の目の下に、うん、私最近濃いのを使うのが自分の中で流行ってるから、うん、この色使いたいなと思って、うん、いいの色も使いたいなと思って、全部がやっぱり使えるからこれかな、うん、モエカセットのこのアイシャドウ04が推しです、うん、推しです、うん、ありがとうございます。みんな可愛い萌香ちゃんも、そしてね、可愛いジルのコスメも堪能できたのではないでしょうか、うん、皆様最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます、はい、最後に一言ずつゲストの2人に、コメントいただいてお別れしたいなと思います、はい、じゃあ林さん、まず皆様にコメントをどうぞ、はいはい、なんかやっぱりさっきも話してたけど、やっぱ春のメイクってすごい気分が上がるものもすごく多いですし、萌ちゃんも言ってたけど色を使ったりとかするメイクで、なんかやっぱりこう目元とかから気分を上げて、なんかいろんなメイクに挑戦していただきたいなと思いました、うん、今回とかも、まあ、ジェルのパレット1個持ってたらいろんなメイクが1週間のうちでもいっぱいできるので、ぜひ挑戦してみてください。はい、林さんありがとうございました、はい、じゃあ萌えちゃんもファンの皆様にお願いします、はい、
やっぱりこれから春になるにつれて明るい色とかこういうなんだろうピンク系のメイク私もいろいろ挑戦していきたいなと思ってるので、今日ゆかりちゃんに教えてもらったいろんなテクニックを盗みつついろいろ頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもまたぜひボーチェのインスタライブ遊びに来てくださいね、はい、また来ます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またボーチェインスタライブどしどしやってまいります。楽しみにしていてください。ではありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。またね。